本日の気合、遅くなったけど、タケミッチ誕生日おめでとう。東京リベンジャーズ相棒レディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役新勇気です。皆さんこんばんは。松野千冬役狩野翔だ。東京リベンジャーズ相棒レディオ。この番組は東京リベンジャーズの魅力を相棒である我々2人が余すところなくお伝えしていく番組です。よーし、よーし、暑いですね。暑いですね。もうあれですか、もう夏休みに入っちゃうようなシーズンですか。そうですね、夏休みに入る頃ですかね、うん、そろそろですかね、うん、どうなんでしょうかね。まあ1ヶ月近くある夏休みをどう過ごしていくのかが、この2024年の皆様考えているところだと思うんですけれども、夏休みの思い出とかってある？夏休み、学生時代夏休みの思い出、ははー、なるほど。いやなんか暑かったですね。うっす。いや急に出てこないもんですね。ありますか、夏休みの思い出は。ボーイスカウトやってたから、はい、そうなんかね、4年に1回ぐらいなんかジャンボリーってやつがあるんだよね、うん、で本当海外からもうそのボーイスカウトの人たちがこう集まって、はい、なんかお祭りみたいなイベントみたいな、へえ、どんくらいの1週間ぐらいだったかな。あ、長い。そう、なんかもう自分たちでもテント立てて、そこで、はい、このまあ住むというか、うん、まあそう泊まって、生活をして、そうで他の海外からいらっしゃった方とちょっとコミュニケーション取ったりとかして、はい、一緒にそうやったりとか、すっごいなんかでかい、うん、それこそサッカーのグラウンドみたいなところ、うん、スタジアムみたいなところで、はい、もうでかいイベントバーンとやって、そんな大々とやってるんですね。4年に1回あって、それに参加したりとかしてたかな、はい、楽しかったな。いいですね。俺が行った時はね、ちょうどね USJ 銀行じゃん。USJ がねまだできたばっかぐらいの、はい、時にその大阪でやったのが結構思い出深いかな。あ、いいですね、うんうん、もうシャワーとかも仮設シャワーみたいな、自分たちで作ってみたいな。あ、それも。そう、あ、なんか素敵な体験ですね、うん、っていうのをやった記憶で、こんがり焼けて帰ってきて、うん、でその時高校生だったから、はい、あんたどうしたのっていう、はい、そんなこんがり焼けちゃってみたいな、はい、いや素直ないい子だから真っ黒にこんがり焼けましたと、太陽光吸収しちゃうんです僕っつったら、バカじゃないのって言われたっていう記憶がある。カリオさんは変わらないんですね。いいですね。素直ないい子なんです、はい、そんな中ですよ、本日の気合はカリノさんでしたけれども、はいはい、ああそうでしたね、おめでとうございます。いやー、タケミッチお誕生日おめでとうございます、うん、ねこのオープニングが明けたいね、ちょっと渡すものがございます。おー、そうなんですか。そうなんです。なるほど、じゃあちょっと早速始めていきましょう。東京リベンジャーズ相棒レディオ、よろしく。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りします。東京リベンジャーズ相棒レディオ68回目ということで、タケミッチ何ですか、お誕生日おめでとう。おお、ということで、ありがとう。このね、うん、じゃじゃん、え、ブロマイド。ブロマイド、じゃじゃん、わ、かわいい。セブンイレブンマルチコピーの、はい、マルチコピー機で、はい、買える、はい、ブロマイドでございます。わ、嬉しい。そう、2パターンあってね、マイキーと一緒に写ってるパターンと、チフユと一緒のパターン。ハッピーバースデータケミチって書いてある。そうなの、ありがとうございます。すごい、タケミチの誕生日バージョンなんですね。だからそうで、ちょうどあれ春千代のやつも今出てるはず、はい、なるほど、うん、え、いいですね。なんか地風も竹道もマイキーくんも、うん、普通に学ランっていうのがなんかいっそ新鮮。そう、撮ってて誕生日おめでとう。いや嬉しいですね、ありがとうございます。そうなんですよ、ゲットしてないよという方はぜひぜひゲットして、はい、竹道おめでとうと叫んでください。お祝いをね、してください。よろしくお願いします。ここで皆様からいただいたお便りを紹介していきましょう。はい、お願いします。まずは東京卍会一番隊、地冬の射程になりたい長月さん。いいよ、ありがとう。あ、いいよ。しんさん、狩野さん、こんばんは。こんばんは。私は今年新社会人でアニメーターになったのですが、へー、
アニメーターを目指そうと思ったのも去年の末のことで、ほぼ知識ゼロで業界に飛び込んだため覚えることも多く、うん、慌ただしくも充実した日々を送っています。すごい。通り部を見始めたのも最近で、まだまだ新参者ですが、うん、ドハマりしてしまいました。あら。作業をしながら毎日アニメを流したり、うん、ラジオを拝聴していて、うん、私もいつか通り部のような素敵な作品に携わりたいとモチベーションになっています。いつも楽しいラジオありがとうございます。 いつも素敵なアニメをありがとうございます。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。お願いします。おらら、素敵です ね素敵なアニメーターさんになってください、ね、そして、その大出世した暁には新勇気狩りの賞をよろしくお願いいたします。はい、頑張ってください。では続いて、はい、東京マジカ一番隊、バジケイスケのメガネを拭きたい香里さんよりいただきました。おー、ふむふむ、ふるふる。シーさん、狩野さん、こんばんは。こんばんは。先日目の痛みがあって眼科に行きました。なんだって。その病院では、うん、BGM にオルゴール調で曲が流れているのですが、うん、なんと通り部主題歌のクライベイビーとホワイトノイズが立て続けに流れていました。あらららら。眼科は小さい頃以来行ってなかったので、うん、大きい病気だったらどうしようとか不安でしたが、うん、待ち時間にその2曲を聴けて、うん、緊張と不安が吹き飛んでいきました。結果はただのドライアイだったので安心するとともに、眼科行かなくてよかったかもと思いました。いやいや、行った方が、ね、いいですよね。そうですね。お二人は異変に気づいたらすぐ病院に行くタイプですか、それとも大丈夫だろうとほっといちゃうタイプですか。としたんですね。悩ましいところですね。結構ね、大丈夫だろうでほっといちゃうタイプだから、うん、行くようにしてる。そうですね、まあ、コンタクトだからずっと目とかは、そう、うん、だからまあコンタクト、ね、処方箋があるから、うん、処方箋がだからもうあんまりまとめ買いしないようにしててコンタクトを。ああ、なるほど。そうだから、このコンタクトがなくなるタイミングで、で買うときに一緒に眼科の検診受けて。ああ、いいですね、うん、でちょっと見てもらってみたいな。なるほど。っていうのを合わせてやるようにしてるかな、うん。僕はね、普段裸眼なので、うん、裸眼で一応見えてるんですよ。たまーに眼鏡かけるぐらいで、うん、あれなんですけど、なかなかもう最近眼科行ってないなって感じですね。検診はね、行った方がいいって言いますもん ね、どこに関しても、いいね、目だけじゃなくてもね、歯医者さんとかもね、歯医者さんも、うん、行った方がいいし、うん、では今年の目標は健康診断に行く。同じく、ね、まだ一回も行ったことが行かないといけないですね。やばいですね。やばいですよ。アラフォーが近づいてるからやばいですよ。さあ続きまして、はい、東京卍會一番隊にレモンの蜂蜜漬けを差し入れしたいおにぎりズム。ありがとう。ありがとう。おにぎりズムさんね、いつもね、これありがとうございますね。就職後たくさん。新さん、狩野さん、こんばんは。こんばんは。さて、相棒レディオもスタートから随分経ちましたね。ありがとうございます。経ちましたね。そろそろ相棒レディオのオリジナルグッズとか欲しいです。ほう、欲しい欲しい。例えば、うん、昔は自分の推しラジオや曲を応援、うん、リスナーの輪を広げるためにステッカーやグッズを車や窓につけたりみたいな文化もあったり、相棒レディオのロゴデザインもすごく好きなので、ステッカーやマグネットとかもいいし、いいですね。相棒レディオ恒例のお二人の半分語なあ、あれ聞くとどんなに元気なくても絶対笑っちゃう、あの幸せな気分になるので嬉しい嬉しい , 笑っちゃうんだって、水中くん。昔あった笑い袋みたいな感じでボタンを押すと半分こなあ、いやこれ、いやみたいな音声流れるミニキーホルダー、いやそれは水中に頼め、うん、水中さんにね、本家本元で。新さん、狩野さんは作ってみたい相棒レディオグッズ何かございましたか。あ、なるほど。やっぱりでもステッカーはいいですよね。ね。どこにも好きなとこに貼れるわけですし。うん、水曜どうでしょうみたいな感じでね。そう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 。アイボールレディオ。アイボールレディオ。でもなんか時代的にもかっこいいですね。うん。そうですよ。知ってる人しか読めないですしね。うん、そうね。なんだろうなって興味を引いてくれるかもしれないし。うん、それはいいですね。ステッカーもいいな。T シャツとかもでもあったり。ああ、T シャツいいですね。あ、ペン。ああ、そうか。ペンもいいですね。はがきだったから。はが、あ、そっか。手書きですよね。送ってくださってましたもんね。ファックス？ファックスグッズで作る？ファックスをグッズで作る？ファックス？でかいな。なかなか大きいですね。作るか。まあでも単純にこうアクリルスタンドとかもあってもいいかもしれないですし、ね、そうね、相棒で、なんかね、今でもね、あの松戸ツーリングとかもね、うん、ありましたもん ね、うん、ああいう感じでね、この時代と竹道と地風の地風の
なんかこうイヤホンとかヘッドホンとかしてる感じでもいいじゃないですかね。いいじゃない、ね、あーね、うん、でなんでこのすごいこのなんか お題にめちゃめちゃおもろいこのお便りが来た時、はい、あーこれは面白いね、じゃああなたにはこの金のマイクをプレゼントみたいなあーこれはね良かったけどステッカーかなーみたいなありましたよ ねそういうのをやってみたいね、うん、ラジオっぽい ラジオっぽいなんか聞いてたラジオってそうだったもん、うん、そういう感じのやつだ ね、 なんかねこのハガキ職人の方がいてね、うん、このお便りとかねそのまずペンネームからラジオネームからねもらってそのステッカー結果を自慢して広めていくっていうのもね、うん、やっぱ場所の醍醐味でしたから、ね、あらいいです ね、 ねなんかそういうね文化というかね、うん、ラジオのこう中根君の今までのあったものっていうところはね、うんまあ、だんだんこう少なくなってくるのかもしれないけどもなくなってほしくない文化だよね。そうです ね、 ねちょっと期待しておきましょう。はい、皆さんお便りありがとうございました。ありがとうございます。相棒レディオでは皆さんからのお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメやラジオの感想他に何でも OK です。曲のリクエストも送ってきてください。ここで曲、東京卍會3番隊 D 子さんからのリクエストです。林田春樹&林良平 CV 木村すばる&野津山幸宏でバディ。なりふり構わない性格が俺とお前を引き寄せたんだろうな Fighting all the time 感覚って楽勝ワンパン一撃で乗ってダウン世間の切れ端だお前と出会ったのデスティニー I 友情気合拳ひっくるめれば精一瞬いつもと同じ場所で同じ服を着てお前といればなんだかほらねずっと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 絶好調絶対絶命ならば拳突き上げ叫んでみろどこにいたってさ駆け続けてやるよバディ You like it もんだろう。お届けしたのは林田春樹&林良平でバディでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。さてここからはコーナーをやっていきましょう。まずはこちらから、うんにゃらうんにゃらヒーロー。私シンが演じています竹道花垣竹道といえば泣き虫ヒーローおーということで、はい、このコーナーではリスナーの皆さんが考えたうんにゃらうんにゃらヒーローを募集紹介しております。竹道ですどうも竹道です。竹道だ心なしかムチムチしてますね。ムチムチしてますね。今夜さっそうと姿を見せるヒーローは一体どんなヒーローなんでしょうか。それでは皆さんが考えたヒーロー紹介していきますベケジェの下僕ミユさんよりいただきました。ありがとう。ありがとうございます。私のヒーローはズバリ、うん、ベタ褒めヒーローです。おー、私の友人は私が何をしても何を着ても全工程でベタ褒めしてくれてます、うん、友人のおかげで自分に自信がつきいつも勇気をもらっているので、うん、とっても感謝していますということですね。嬉しいですね。嬉しいね。何にしてもやっぱ褒めてくれると自己肯定感が上がって、うんね、幸せな気持ちになりますからね。そうなんだよね、うん、いるもんねたまにね、うん、ここはね、その服さみたいな。そういるからさ。いますからね、褒めてくれないとねやっぱり、ねまあ、ちょっとね、うん、個々の性格にもよるけなされるのも好きだから。あ、けなされるのも好きなんですか。そうか、ね、困ったもんだ。そう、困ったもんだ。困ったもんだ。困ったもんだ。全部ポジティブ全部ポジティブ全部ポジティブそうだね、うん、でもねなんかやっぱね褒め
褒めてね、それいいじゃん、かわいいじゃん、かっこいいじゃんってね、うん、それこそ狩野さんが結構、うん、いろいろ褒めてくれるイメージがありますけどね、うん、うん、褒めの伝道師だからね、ほもあ、調子乗ったやかましいぞ、竹ムッチ、おー、言うね、言いますね、もう今日は竹ムッチだはい、続いて続きまして、1番隊、はい、明日より今日も強くなれないさんよりいただきました、頑張って私は通勤で新宿駅を使うのですが、うん、平日朝の新宿を歩くサラリーマンはみんな通勤ヒーローだと思いますと。なるほど、はい、針の穴に糸を通すかのごとく精密な動きで、うん、前後左右あらゆる方向からの人の流れに瞬時に反応し、うん、ぶつからないことはもちろん、うん、時速5キロをキープして会社に向かって一心不乱に歩き続ける技術は一朝一夕に身につくものではありません。そうですね、オリンピックに通勤という競技があれば我々新宿勢が金メダルだと思うんですがいかがでしょうか確かにな新さん、狩野さんは朝の新宿に行くことはありますか誇り高い通勤ヒーローたちの勇姿をぜひ見に来てください。いやでも本当に大変ですよね。そうだね、すごいことですよ。確かにね、だからなんかあんまりさ、その通勤ラッシュとかにさ、巻き込まれづらい時間帯から仕事スタートだったりとかするからさ、うん、そうですね、たまにさ、こうイベントとかで朝早かったりとかすると、はい、イベントとかなんかなんだ前乗りとか早かったりすると、うんうんうん、あれあれ、そう、僕はどこにいればいいんでしょうかみたいな、電車出られるみたいなね、ね、あわあわしちゃうけどね、うん、全く同日ね、同日に開けてくれて出させてくれたりしますからね、紳士淑女の方々が。そうですね、ありがとうございます。いつも通勤ヒーローお世話になっております。はい、はい、ということで、今回はここまでとなります。このコーナーではリスナーの皆さんが考えてくれたうんにゃらうんにゃらヒーローお待ちしています。以上、うんにゃらうんにゃらヒーローでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ、続いてはこのコーナー、ドドン、よろしく頼むぜ相棒。タケミッチと、あれ、あ、ごめん、タケムッチとチフユは相棒もうということで、このコーナーではリスナーの皆さんから自分の相棒を教えてもらい紹介していくコーナーとなっています。はい、皆さんの相棒を知りまくりたい。はい、さ、早速皆さんの相棒を紹介していきましょう。お願いします。東京卍會3番隊、うん、パーチンくんの飯炊き係、はるかさん。飯炊き結構食べそうですけどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私の相棒は相棒として連れ添って4年目のシャープペンシルです、うん、おお、そのシャーペンは私が通り部好きになって初めて買ったグッズでもある、うん、マイキーくんのシャーペンです。おお、マーペンです。つまり、マーペン、おお、マーペン書いてあるんですか、それ。うん、書いてない。あ、書いてない買ったばかりの頃から毎日使っていて、うん、部活の試合や入試でもずっと使っていますが、いいですね。買ったばかりの頃綺麗にプリントされていたマイキーくんの名前やイメージイラストが今では消えてしまって寂しいです。あら。ですがそのマーペンとともに、うん、私のペンダコもすくすく育っていったので、うん、手に一番馴染んで使いやすい今でもいつも愛用しています。うん、ペンダコ、もしかしたら通り部界隈ではペーダコっていうかもしれないけどそうかもしれませんね。シャーペン、うん、すごい近いですよ。マーペン、マーペンと書いてないんですよね。マーペンと書いてない、書いてないですね。マイキーくん、まあ、やっぱね、うん、やっぱあのなんつうの、このやっぱ役者界隈ってさ、この業界読むって大事じゃないですか。うん、そうですね。読解、読解力、そうそう、ああ、なるほど、解釈して、そう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 、噛み砕いたらマーペン、マーペン、マーペンだったと。ございましたね。はい、でもペンって確かにね、まあね、愛用するからね。同じの一本使うタイプですか？使いたいの。あ、なくしちゃうんでしょ。そうなの。そうなのよ。いや、俺、ほんとショック。うん、ショック。ほんとショック。超このペンお気に入りってやつをまんまとなくして。あ、そうなんですね。まんまとなくして、スタジオに忘れたから、うん、マネージャーにちょっと電話して、すいません、あのペンを。あの忘れちゃったみたいなんですけども、はい、もし見つかったらご連絡をいただければと思います、うん、つって連絡したら問い合わせてくださったんだけど、はい、お前ないってよっつって、うん、ない、悲しいですね。どっか旅立ってしまった。でも僕もすごく大事にしていたペンが、うん、井上和彦さんから、うん、1年目の時に誕生日にいただいたペンがありまして、うんうん、一本それを東京リベンジャーズの現場でおそらくなくしてしまったんですよ、うん、おい、ただし、ただし井上和彦さん、さすが準備もう用意周到で僕に2本くれていたんです。おだからもう1本今大事に大事に使わせていただいております。おー、
よし、じゃあちょっとどっかで。なんで、なんで探すんですか。どっかで大事にしまってありますから。多色ペンなんですけどね。あ、なるほどね、うん、カバンの中にあるわけね。絶対取らないでくださいよ。絶対取らないでくださいね。お願いしますよ。大丈夫だよ、信頼して。あ、できねえ。では続いて11代目ブラックドラゴン見習い犬好きなリアさんよりいただきました。ありがとう、ありがとう。私は多趣味で手芸の相棒、お菓子作りの相棒、推し活の相棒等と部門で相棒がいるのですが、部門別、部門別、はい、今回はめちゃくちゃ付き合いが長い相棒を紹介したいと思います。好き長相棒ね。好き長、はい、その相棒とは、うん、お菓子作りの相棒のハンドミキサーです。はぁ、半ミキね、半ミキ、半ミキね、うん、カリノさん、ミキティだ。ミキサー、ミキサーだから、ミキサーね、ミキサーね、うん、カリノさんもお菓子を作るの番組でお世話になってるのではないかと思います。なってます。半ミキがないともう大抵のお菓子を作るのが大変になるので、うんうん、相棒なしでお菓子を作るのなんて考えられないです。確かに。しかもこの相棒は、うん、雪見大福は半分こにする、半分こにする亡き祖母に買ってもらったものなので、あららら、まだまだ相棒には現役で頑張ってもらいたいです。まあでもですね、そういうお菓子作りとかね、うん、やっぱもう長年愛用してる道具がね、やっぱり良かったりしますね。料理とかもね、例えばフライパンであったりとか、うん、ね、そういうのね、包丁だったりとかね、うん、まな板だったりとかね、使い馴染みのあるもので作るのがよりね、愛情込めて美味しい料理になると、うん、いいですね。いいですね。半ミキ、半ミキはね、うん、ハンドミキティは、はい、ミキサーね、あ、ミキサー。前回のね、はい、タイマー貼ったじゃない、はい、生クリーム、生クリーム、そう、生クリームの時も重宝しますから。そうですね、マジ半ミキないと、マジで手だとマジでもう無理ですもんね。一回、はい、生放送で、生放送で、生放送で、はい、ケーキを作るってのがあって、はい、でもう材料はあるわけ、うん、あってやるんだけども、いざこう本番始まって、はい、じゃあこっから生クリーム作りますっていうタイミングで、はい、半ミキを忘れたっていう、まさかの事態、地獄の一番忘れちゃいけないもの、マジで、で手混ぜでやったんだけど、はい、超疲れた。いやそうですよ、ね、1時間番組で30分生クリーム。そうなっちゃいますよね。そりゃそうだよ。もうね、2人でやってる番組だから、はい、もう交代しながら、はい、もう腕が無理、腕が無理って交代しながらね、やりましたから、やっぱ手間ぜのね、辛さというか、うん、大変さを知ってしまうと、うん、半ミキのありがたみはね、ミキティやばい、ミキサーね、うんうん、やばいですね、すごいね。ハンドミキサーない時ってどうしてたんだろうね。いやでも本当頑張ってたんだろうね、気合入れてやってたんでしょうね。コツもあるのかもしれないね、もしかしたらね、もしかしたら。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで紹介する相棒は以上です、はい、このコーナーでは皆さんの相棒に関するお便りお待ちしています。以上、よろしく頼むぜ相棒でした。東京リベンジャーズ相棒レディオ、お送りしてきました東京リベンジャーズ相棒レディオ、エンディングのお時間です。ここでお知らせです。まずはテレビアニメ東京リベンジャーズの続編制作が決定しております。やった。新キービジュアルと PV も公開され、公式 YouTube でも公開しておりますので、ぜひチェックしてください。続きまして音楽情報です。10月23日にテレビアニメ東京リベンジャーズデュエット EP01 が発売となります。キャラクターがペアで歌唱したイメージソングが収録されます。ジャケットは書き下ろしアニメイラスト仕様になっていますので、そちらもお楽しみに。続きましてイベント情報です。アニメ放送5周年を記念した5周年記念プロジェクトの第1弾として、2025年2月2日日曜日パシフィコ横浜にてイメージソングライブダチライブが開催となります。10月23日発売のテレビアニメ東京リベンジャーズデュエット EP01 に優先申し込み券が封入されます。詳細は公式サイト X をご確認ください。さらに新企画として童話リベンジャーズ、略して童リベが始まります。イエイ。東京リベンジャーズ版の童話をミニアニメ化する企画となり、第1弾は桃太郎を公開予定。今後どんなお話が発表されていくのか、乞うご期待。続いて講談社が運営する YouTube チャンネルフルアニメ TV にて、毎週月曜日に天竺編を1話ずつ無料配信中です。こちらもぜひご覧ください。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは最終巻となる第31巻まで発売中です。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションも最終31巻まで発売中です。どちらもチェックしてください。
続いて SNS 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズの公式 TikTok が開設されています。ここでしか見られない動画など公開していきますのでフォローお願いします。さらに漫画東京リベンジャーズの大規模展覧会書き下ろし新体験展最後の世界戦が福岡名古屋で開催となります。福岡では博多阪急8階にて7月24日から8月12日まで、うん、名古屋では松坂屋名古屋店にて8月15日から9月2日までとなります、うん、詳細は公式サイトや X 公式アカウントをぜひご確認ください。続きましてコラボ情報です。お台場にあります完全没入体験テーマパークイマーシブフォート東京にて脱出型イマーシブシアター東京リベンジャーズイマーシブエスケープがスタートしております。詳細は施設公式ホームページをチェックしてください。続いてパズリベ情報です。スマートフォン向けパズルゲームアプリパズリベ全国制覇への道では現在イベント飛び出せ南国ボーイを開催中です。今回のイベントにはアロハシャツを着た三谷隆と芝八海が登場しています。夏を先取り常夏南国フェスティバルというフェスに参加することになった2人、夏を楽しむ三谷八海と楽しい思い出を作りましょう。イベントは7月22日まで。ということでご紹介した全ての情報の詳細は公式サイトまたは公式 X などをご確認ください。そして相棒レディオですが超 A&G プラスでは毎週日曜日26時より放送中です。さらに YouTube のテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルでも毎週月曜日19時より配信中です。しかもテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルの方では YouTube だけでしか聞けない限定パートも配信しています。チェックしてみてください。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメの感想、我々へのメッセージ、そして番組コーナーまでお便りを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしています。お便りの宛先ですがメールの場合東京リベンジャーズアットマーク joqr.net 東京リベンジャーズアットマーク joqr.net おはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送東京リベンジャーズ相棒レディオ宛てまで。ということで、もうすぐ始まりますね新体験展博多福岡。うん、そうですね、こちらもありますし、ダチライブも楽しみですね。ダチライブ楽しみだね、うん、どんな曲になるのかはね、うん、私まだ聞けてないんであれですけど、そうだね、それもすごく楽しみです。そうですね、皆さん EP の発売の方も楽しみにしててください、はい、というわけで東京リベンジャーズ相棒レディオはここまで、うん、お相手は花垣武道役新勇気と松野千冬役狩野翔でした。それじゃあお疲れ様でした。この番組は東京リベンジャーズパズリベ全国制覇への道の提供でお送りしました。東京リベンジャーズ相棒レディオYouTube 限定パート。さあここからはテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルのみで聞くことができる限定パートです。改めまして花垣武道役新勇気です。松野千冬役狩野翔です。この限定パートでは相棒レディオの反省会をしたりここだけのコーナーをお届けしております。タケムッチまた言って、なんかんじゃなんでねタケムッチになっちゃったのか本当に未だに謎なんですけどねありますよねそういうこと、うん、なんかちょいちょい、ね、言い慣れてる言葉でも噛んでしまう時ってあるじゃないですか、うん、ありますね。恥ずかしいですね。恥ずかしいですよね。最近なんかありましたか最近ですか。最近何があったかなとこうねラジオ来る前考えるんですけども私としたことが本当にないですねね、なかなか面白いことって起きないものでございますよね。あれかね、まあね、この前、はい、あったのが、はい、まあ、車運転しててなんだけども、はい、よくさゲームでさ、はい、よしんくんゲームよくやると思うから、やりますやります、と思うけど、なんかどうやっても手に入らないところにある宝箱とかってあるじゃない、うん、ありますね。アイテムとか落ちてるんだけど、なんか、うん、あれどうやってあれ取るのみたいな、うんうん、でまあなんかうまいことやってこう取ったり入手したりするけれどもさ、はい、多分最後までついぞわからないと、うん、入手の仕方がわからないっていうのがあるじゃない、うんはい、あれと同じ状況が、はい、現実世界に起きまして、なんと首都高を走ってる時に、はい、
プレステ5が落ちてたんですよ、道の脇に道の脇に道の脇に渋滞してたから、はい、あの なんか転がってんなと思ったらプレステ5の箱が落ちてて、はい、あれは中身入ってんのかなでもなんか いやあ、ね、出るわけにはいかないから、そうですね、あれは一体でも、ね、もしかしたら、うん、あれをパッと取ったプレステ5ゲットできたかもそうですよね、道の安全的にもねゲットした方がいいけれども、まあね、道のこう端っこの方に、ね、うん、あったから、まあまあね、あの大丈夫じゃ大丈夫なところにはね、うん、こうあったわけだけれども、大宝物じゃないですか。そう、あれはねゲームみたいだなって思ったっていう、どうやっても手に入れられないプレステ5が落ちて、入れられないですね、なんか入ってなさそうだけどね、さすがにね入ってないと思いますけど、入ってなさそうだけどね、うっかりでもなんだろうな、軽トラとかで後ろに積んでたのがポロリと落ちてしまって中身の入ってるプレステ5だったら本当持ち主がっかりですよね。どうしちゃったんですかね、でしょうね、なぜ落ちたのか、そう、気になりますね、気になりますね、最近の七不思議でございます。七不思議ありがとうございます、はい、それでは、ここからは限定パートのみのコーナーをやっていきましょう。はいよ、俺たちは相棒だ。竹道と千冬といえば相棒の中の相棒、ふぅ、そんな相棒ならばお互いが何を考えているのか分かって当然というわけで、このコーナーではリスナーの皆さんからお題をいただき、どちらかがそのお題に事前に回答、もう一人がどう答えたのかを予想して当てるコーナーとなっております。おい、今回は狩野さんに僕真の回答を当ててもらいます。おい、今回も改めて言いますけれども、ええ、ボケとか一切いらないのでパパッと言っちゃいましょうね。ボケたことないよ、もうボケてるからね。ええボケで、ボケが始まった、もうボケっきょおーおーあれ、おーあれ音が止まった、来ましたね、すごい、じゃあ紹介しますね。お願いします。のお題です。ブラックドラゴン特攻隊りょうりょうさんからいただきました。ありがとうございます。一番やる気が出ない家事は。家事ですね、家事ですね、ホームキープですね。ホームキープですか、そうですか、ホームキープの家事です、うん、ホームキープの家事ですね、決して他の家事ではないということですね、はい、なんだろうな、しんくんがやる気出なさそうなやつでしょ。そう、いろいろありますよね家事、何がありますか、例えば何やろな、ゴミ出しとか、まあそうですね、ゴミ出しだったり掃除だったり、だったり料理だったり皿洗いだったり洗濯機だったり、洗濯ね、洗濯だったり、あと何でしょうね、片付け、片付けとかですかね、その中でも、まあ、僕が特筆してやる気がないと、まあ、強いて言えばやる気がないものといえばこれこれでございますね。そんな中でもやる気が出ないもの、そうなんですね、あ、わかりました、今ね降りてきた、出た、今ね繋がった、今久々に降りてきましたね、テレパシーでピピッと繋がりました、これ当てちゃいます、うん、お、当ててください、はい、いいですか、じゃあ、はい、金野さん僕の回答の予想お願いします。風呂掃除、僕、真の答えは、うん、来た、こちら、おい、掃除機がけ掃除機がけ、掃除機がけ、そうだったか、まあ、掃除機かけるんですけど、うん、絨毯なんで、うん、コロコロで掃除もするんですよ。はあ、あのコミック？あの違う、違うよ、まあ、出版社も違うしねコロコロね、コロコロね、うん、コロコロで粘着テープのやつで掃除もするし、うん、フローリングのところは、うん、まあ、クイックルワイパー的なのやつで、うん、濡れ布巾で掃除はするんですけど、うん、の上で掃除機をかけるのが、うん、ちょっとめんどくさいなっていう。掃除機かけてからコロコロとかするんじゃないの？もう家がまとめて やっちゃうんですよね。コロコロをめちゃくちゃ入念にしちゃうっていう。え、じゃあ掃除機かけなくていいんじゃないの？そうなんですよ、わかんない、たまに一応かけてはいるんですけど、うん、めんどくさいなと思って。あ、なるほどね、うん、そんなあなたの QOL を上げるためには、うん、やっぱりロボット掃除機ですよ。あ、出た、ロボット掃除機、ね、ロボット掃除機。でもロボット掃除機に頼むほどの広さがないかなっていう感じもするんですよね。いやいやいや、うん、きっとそれがもうほっとくだけでこう綺麗になりますから。いいんですかね。そう、めちゃめちゃいいよ。え、使ってるんですか？うん、使ってないんじゃないですか。も前も話した気がしますしね。持ってもいない。持ってないですよね。そう、うん、いいよ。
知らんけど知らんけど出た本当は知らんけど知らないですよ ね、まあ、ねお風呂掃除もねめんどくさいですよ ねそうお風呂掃除が ね、うん、トイレはねちゃんと掃除するんだよ。うん、わかりますわかります。お風呂掃除がねどうにもね、だからお風呂あって体とかこう洗った時についでに、うん、そうそうついでにねバーッとこうやったりとかするけれども、うん、確かにね腰を曲げたりしなきゃいけないのとかね、うん、結構遠いところまでこうぐぐぐ、ね、掃除しなきゃいけないんで、うん、めんどくさいところですね、はい、というわけでこのコーナーでは皆さんから我々へのお題をお待ちしております、はい、お便りの宛先は相棒レディオと同じです、うん、概要欄にも記載してありますのでチェックしてください、はい、ここまでのお相手は花垣武道役新勇気と松野千冬役狩野翔でした。